ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ大宮より車両紹介の動画をお届けいたします。今回から新メンバー、はい、矢沢君が、はい、A ちゃんって自分で言っちゃった言っちゃいます覚えていただきたいので、はい、佐々木君に続いての、じゃあとりあえず自己紹介から、はい、矢沢元樹と申します。ボンドカーズ大宮で去年の末まではボンドカーズ東京の方で勤務してました。じゃあもう土方さんに鍛えられてるんで、はい、そうですね、今回僕聞き手で、はい、説明聞くっていう感じでお届けしたいと思います。やめましょう、やめましょう、はい、いつも通りでお願いします、はい、で今回ご紹介させていただくお車が AMG CLA45S 2020年2600キロのこちらのお車になります。ちょっとだけ勉強してきました。私も少しだけ。本当ですか、はい、ちょっと外観から早速いきたいと思います。で 45S ってことでちょっとこういろいろ特別なパーツがついてますね。そうですね、あのパナメリカーナグリルであったりとか、フロント周りであったりとか、はい、特徴ある。これ、はい、顔つきめちゃめちゃかっこいいね。これめちゃくちゃかっこいいですね。なんかちっちゃい、はい、なんかコンパクトな AMG GT みたいな。あ、もう僕もそれを思ってました。はい、でこれなんかバンパーがなんか、ね、ジェットウィングデザインとかっていうなんかちょっとその63なんか他のシリーズにもつながる、そうですね、なんかデザインで、はい、このダクトのデカさ、これが3号とかだとちょっとこう普通のモデルから進化したみたいな、はい、ちょっとシャープなデザインで止まってますけど、はい、4号になると4号はいきなりこのダクトのデカさ、はい、そしてこのグリルです。ちょっと特別感が違います、はいはい、もっと上のグレードの車種かのような、はい、顔つきになっております。なんかちょっとこの車格とこのデザインがちょっと逆にアンバランスに感じちゃうぐらい。そうですね、はい、なんかちょっと一瞬顔だけ見たらアグレッシブなデザインに、はいはい、でこれバンパーが違うんでこの辺もごっそり変わってて、はい、このエンブレムの位置がちょっと違ったりとか、はい、なってますしてるみたいです、はいはい、でこんな顔つきでだから顔つきでかなり違うんで、はい、まあ、4号かなり特別感があるんじゃないでしょうか。そうですね、はい、そして今回ボディカラーはコスモブラック、コスモスブラックです。ごめんなさい、ごめんなさい緊張してます、はい、コスモスブラックです。はい、はい、いつも僕が教えてもらうんですけどコスモスブラックちょっと細かいメタリックですかね。そうですね、はいはい、いつものあのオブシディアンブラックとちょっと違うような、はい、ちょっとメタリックの細かいのが入った、そうです、そんなボディカラーになってます、はい、そしてちゃんとこのサイズでもこの AMG のパワードームがしっかりついてるというか、はい、そしてじゃあホイール行きましょうか。ホイールが19インチの専用のものが、はい、サイズが25519、これがなんか A クラスよりちょっとこう A45 よりワンサイズこう太い、そうですね、のが入ってるみたい、はい、A45 だと2454号、それが CLA になると255になるっていうちょっとサイズが、はい、だから走りの面でも少しアップグレードというか、はい、なってるみたいです。そしてキャリパーは360倍でしたっけ、4ポットのどでかいブレーキがついております。パンパンになっております。はい大丈夫ですか大丈夫です、緊張します、はい、そしてもう一個特徴的なのが4号になるとフォーマチックプラスになるってことで。そうですね、横のエンブレム見ても分かるかと思うんですがプラスの文字が赤くなってます。はい、ちょっと AMG GT なんかと違うのはそのリア駆動よりのフォーマチックプラスじゃなくて あくまでベースが FF なんで、まあ、基本的には100-0か50対50の FF 寄りの制御で、はい、リアのトルクベクタリングが入ってるっていうシステムみたいですね、はい、こんな感じのフロント周りで、はい、であとは基本的には、まあ、あとは今回シューティングブレークなんで、そうですね、はい、ちょっとこの後ろのラインがちょっとスペースを取れた、はい、そんなデザインになってて、で後ろも同様に通しなんで25519が入ってて、はい、リアはちょっとキャリパー片押しですけれどもしっかり赤いものになってると、はいはい、しっかり AMG のロゴも入ってます。しっかりこの、はい、これホイールのデザインがこの上のグレードっていうか、はい、こう車格の上と上の車と同じ、ね、ちょっとこのここを厚く取ったフランジというかこのリムというか、はい、これ最近ちょっと車外のこう単造なんかでもちょっとトレンドになってるデザインで、かなりデザイン性も高いしちょっとレーシーな見た目も、はい、うん、それを純正採用してるっていうのがいいですね。そしてじゃあ後ろ行きましょうか。後ろも4号だとちょっと特徴的な部分としてこの4本出しになる感じですね、はいはい、あとはこのディフューザー形状が結構この、そうですね、はい、この車らしからぬというからしからぬですねただなんかちょっとこのエンジンのスペックとか知ってると、はい、なんか全部この顔つきもそうだし後ろもそうだし、はい、なんかブレーキもそうだしなんか全部納得っていう、はいはい、そうですね、そんな感じのエクステリアになってます、はい、大丈夫矢沢ダメですよいつもこんななんかあとはそのディフューザープラスこのトランクスポイラーが
装着されていて、よりスポーティーな AMG モデルだと。そうですね、はい。だとこの並びでいくとサンルーフも今回の車オプションで、オプションで装着されてます。はい、大体20万円までいかないぐらいのオプションですね。じゃあかなりついてるとお得な感じですね。はい、めちゃくちゃお得だと思います。じゃあ続いて内装見てみたいと思います。はい、内装がまたちょっとパッケージオプションついてるんでかなり豪華になってるってことですね。そうですね、一応黒と赤のツートンレザーで、シートもパフォーマンスパッケージですかね、専用シートになってまして、かなりスポーティーな雰囲気になってます。これはいいですね。めちゃくちゃいいと思います。はい、これはレカロー製確かだったかと。あ、そうなんですらしいです。はいはい、作ってるのがレカロー、まあ、サポートしてるのがちょっとレカローかわからないですけど、レカローの技術が入ってるシートっていうことで、はいはい、だとステアリングもパッケージオプションの、はいはい、そうですね、パフォーマンスステアリングがついております。はい、グリップ部分がダイナミック、なんか本当にこう、はい、A クラスのちょっと車格じゃないという か、 なんか豪華さもそうだし、はいはい、デザインもそうだし、はい、非常にまとまりがあるし、特にメーターなんか本当に上のグレードの車、そうですね、遜色ないですよね、全然ない感じで、はい、そしてドアから行きましょうか。はい、しっかりステッチも入ってて、このツートのレザーとちょっとこのアルミの質感のあるパネルがかなりちょっと豪華です。ただシートの調整に関してはさすがにもうきめ細やかに調整できるっていう感じではないですけど、そうですね、はい、ちょっとデザインは少し簡易的な感じというか、そんな感じになってます。はい、そしてびっくりするのが、はい、あの A45 の時もびっくりしたんですけど、なんとシートヒーターとベンチレーション両方ついてる。ついてます。これ、はい、この価格帯ならまあまあっていう感じだけど、車の車格的には、はい、ちょっとこのあんまりない、私どもはちょっと衝撃受けますよね。本当に A45 とか CLA45 とか、はい、そのぐらいしか多分ついてるのない。そうですね、はい、そんなのがついてると。こんな感じのドアになってて、はい、でスピーカーも、はい、あのアドバンスドパッケージでパッケージオプションが選ばれているので、アドバンスドサラウンドスピーカーついております。10スピーカーですね。そうですね、はい、はい、じゃあ続いて乗ってみたいと思います。ちょっと矢沢くんの矢沢セールスの面白さが全然まだ伝わってないです。ちょっとカメラ困ります。そうですね、緊張して出てないかもしれない、ね、お願いしますよ、いつも通りで、はいはいはい、できるだけ頑張ります。そしてステアリングはこんな感じでパフォーマンスのステアリングになって、ちょっと D シェイプで、ここも少しちょっと形が特徴的な、そうですね、作り込まれてる形になってますね。でセンターマーキングもちゃんと入ってて、はい、でこれがなんかダイナミカとかっていう、そうです、これは掘り下げてもらっていいですか。じゃあ掘り下げられないですね。掘り下げられないですね。あ、本当ですか。はい、ちょっと若干よくベンツで言いますよ、要はスウェード、はい、だけどそのなんかメーカーによって、まあ、僕なんか結構アルカンターラアルカンターラなんて言っちゃうんですけど、なんかアルカンターラってトーレの技術で作ったその人工スウェードで、このダイナミカっていうのは旭化成の技術を使った人工スウェードらしいです。めちゃくちゃ勉強になりますね。はい、で他にもなんかいろんなメーカー の、 その人工スウェードっていうのがあるんですけど、はい、メルセデスが使ってるのはそのダイナミカっていう。なるほど。でちょっとその、はい、スウェードもものによってちょっとその肌触りが違ったりとかするみたいです。勉強になります。昨日ちょうど板尾店長と話してました。その話を板尾店長見守ってますけども、はい、ツッチーはあの素材、はい、アルカンターラの素材にかなりちょっとそういうどうでもいいところだけ、はい、興味が湧くんです。勉強になります、はい、ありがとうございます。でなんかアルカンはなんか1970年ぐらいの技術で滑らないのと肌触りがいいん で、うん、そうですね、結構スポーツモデルにこう、はい、ステアリングに使われてたりとか、あと反射がないんでこう内装に結構レーシングカーなんか使われてると、はい、そしてこの辺もしっかり、もうこの今撮ってる絵だと車が何だかわからない、わからないですね、はい、本当にもう AMG の他の上のモデルと一緒なんで、一緒ですね、はい、全くわからないです。スイッチがあったりとか、はい、そうですね。そしてメーターはちょっとつけましょうか。はい、メーターでちょっと小一時間遊べる感じなんだけど、遊べそうですね、はい、ちょっとオンにしましょうか。こんな感じでちゃんと出てくるのが4号っていう、これがパナメリカーナグリルじゃなかったらちょっと冷めちゃいますけど、ちょっとがっかりしますよね、はい、しっかり、ただしっかり。そして他の AMG モデルとも共通です。メーターはこのミーハーの僕が大好きな、同じスーパースポーツに、はい、はい、最高です。いただきました。いやでもこれって結構重要じゃない？
なんか気分によって変えられる、はい、しかもなんか増えてないこれ、なんかスーパースポーツの下に見慣れないのがジェントルなのか、ジェントル ある増えてますね。G63 とかないよね、はい、ないです、3つですね、ジェントルはなかったです。こんな感じでできると、はい、非常にシンプルな表示でございます。いいですね。あとこっちのナビ周りもいろいろできて、なんかそのパッケージオプションのついてると出ました。そうなんです、はい、トラックペース、この日本で走る場合全くどこで活躍するのかわからないこの機能はい、知ってますかカメラマン。このサーキットの詳細とかが出せるんです。出せます。ただ出せるサーキットをちょっと見てください、これ、はいはい、ホッケンハイム、そうなんです、はい、ラグナセカ、はい、ヌルブルクリンク、はい、国内のサーキットは一つもないっていう、はい、ないです、はい、だからまあちょっとこの辺は国内だと使えないですけど、はいはい、まあ、ちょっと気分に浸れるっていう、そう、ね、ただそのいろいろデータが出せたりとか、はい、あとはドラッグレースなんて言ってタイム計測してくれるのかな、はい、はい、そんな機能もついてたりとか、ウォッチもついてたりとか、はい、らしいです。そうですね、はい、だからもうなんかメーターで小1時間遊べる車になってるっていう、そうですね、いろいろ機能ついてるんで、でこの辺のモード切り替えもしっかりダイナミックセレクトできて、であとは極めつけはあれですよ、はい、メルセデスですよ、はい、はい、ついております。矢沢セールスの家まで、矢沢セールスの家まで案内してください、っていうことです。さすがです、まあ、こんなのもできると、はいはい、そしてこのエアコン周りも非常にシンプルですけど、ちょっと高級感もあって、そうですね、はい、とても使いやすい配置で、はい、で操作感もなんか新しい、新しいですね、そう、このなんていうの、家電みたいな、はい、カチッっていう気持ちがいい感じの、はい、うん、そしてこのピアノブラックのパネルを開けると、はい、携帯の充電が、はいはい、ワイヤレスの充電がついてて、ドリンクホルダーとついております、はい、で意外にこれが使いやすいっていう、そうなんです、はい、操作感があるのはかなりこれ便利なんじゃないかなっていう気がします。そうですね、振動もしっかりきますし、はい、直感的に動かせるんじゃないかなと思います。そしてこの辺サポート系が充実してるんで、はい、そうですね、はい、かけないと出ない、ちょっとかけてみましょうか、ね、はい、はい、この辺サポート系充実してるんで押していただければ、はい、パーキングアクシストですね、はい、パーキングアシストもついてるし、はい、カメラ関係もこんな感じで、もう全部ついてる、もうついてます。そしてこの辺は、はい、全部細かく、すごいですね、はい、現代的というか、はい、はい、であとはメディア関係なんかもしっかりこの辺で操作できて、はい、でマフラーも、はい、バルブがパフォーマンスエキゾーストなんで、バルブの開け閉めと、はいはい、足回りの調整と、はいはい、できちゃうという。そしてセンターコンソールの中はタイプ C が2系統とちょっと深さのある、はい、で今回パッケージオプションのこのヘッドアップディスプレイがついてる、はいはい、そしてダッシュボードもちゃんとこのステッチが入ってて、はい、ちょっと高級感もあって、そうですね、でこのイルミネーション、アンビエントライト、はい、アンビエントがいい感じです、はい、そしてピラー上の方に行くとこのファブリックで、はい、まあ、スピーカーがツイーターがここについてて、そうです、はい、そしてしサンバイザーもこんな感じでおなじみの、はい、バイザー、いやでもあの不満ないです。あ、大丈夫ですか、ですありがとうございます、はい、今回はないです、はい、まあ、もちろんそのファブリックとかレザーじゃないですけど、そうですね、はいはい、ちゃんと厚みもあって、はい、かなりしっかりしたタイプのバイザーなんで、はい、全然僕的には OK です、はいはい、そして今回サンルーフ、そうですね、はい、ついております、ついてますんでこんな感じで、でかい、でかいですね、開放感ありますよ、いやいいですね、こんな感じのサンルーフがついてます、はい、で正直車の中はそんなに広くはないですけど、はい、全然圧迫感もないし、はい、この辺のスペース的にも外から見るよりかは、ね、外から見るともっとコンパクトかなと思ったんですけど、はい、意外に、はい、全然窮屈さはそこまで感じないかな、そして足元のレイアウトに関してはどうですか、いや意外にいい、はい、良かったです、はい、思ったよりもこの左足がこっちに来るんで、はい、ちゃんとフットレストが全開で使えます、うんうん、結構右ハンドル、メルセデス右ハンドルだとフットレストがちっちゃくなっちゃってる車とかも
あるっすけど、これは普通に置けちゃいます、ね、いいですかね。でペダルレイアウトもかなり自然です、はい、違和感なく使えちゃいます、はい、こんな感じの内装になっております。はい、じゃあ続いて後ろの席を見てみたいと思います、はい、じゃあ後ろの席レビューはムードメーカー矢沢くんお願いします。わ、はい、かりました。じゃあちょっと後ろの席ドア開けてみます。どうですか。意外にこの、はい、ちょっとここが低いかなっていうふうにやっぱり。そうですね、まあ、ちょっとシューティングブレークなんで絞り込みもあると思うんで、乗ってみるとどんな感じかレビューしていただいていいですか、はい、ちょっとじゃあ乗ってみます。よいしょ。やっぱりちょっとここの低さは乗り込むとき、そうですね、頭ちょっと首をかがめるというか、はい、で空間的には、はいはい、空間的には、まあ、僕170センチなんですけど、僕ぐらいであれば、まあ、問題ないのかなとは思います。足元スペース、まあ、原骨1個は入るかなって感じですね。欲を言えばもうちょっと深く座りたいかなっていう気もします。はい、ちょっと座りが浅いかな。そうですね。クッションは柔らかめとか固めとか。クッション性はまあ結構でも十分なんじゃないかなと。はい、あといいなと思ったのはちょっとその大きいヘッドレスト一体の、はい、ちょっと特徴的なデザインです。そうですね、はい、少し、後方の視界が、はい、まあ、多少遮られちゃうっていうのもあるんですけど、はい、後ろの人にとってはかなりいいんじゃないかなっていう。そうですね。で上のスペースはどうでしょう。上のスペース、頭上のスペースは矢沢的には十分ですけど、まあやっぱり絞り込みあるんでそこまで広くはないかなっていう気もしますね。でもちょっとこの、まあ、なんていうんですか、ここに空間がさらに作り込まれてるような感じですね。ここから深くなってるんで、はい、その面でスペース確保してるかなっていう印象はあります。じゃあ装備的にはどんな感じですか。はい、装備的にはまあ、あのセンターコンソールと同じくタイプ C の USB ポートと、あとはちょっと小物入れですかねがあるくらいです。見つめないでそんな助けてっていう目で見つめないで。助けてですね、はい、あとアームレストが、はい、あ、そう、こっち行く、はい、アームレスト、はい、こっちどこですか。あ、こっちですね、ごめんなさい。そうですね、あと一応、はい、アームレスト引き出しましてドリンクホルダーが2つついております。そこはさすがに小物入れはない感じで。そうですね、ここはないです。なるほど、はい、まあ、でも必要十分かなっていう感じですかね。矢沢的にはオール OK ですか。 OK です、はい、ただ OK ですと言ったんですが、ちょっと1点気になったのがここのなんて言うんですかね、手をかける部分というか、これの取っ手の出っ張りがちょっと気になるかなって気がしました。ちょっと閉めてみましょうか、はいはい、あー、ちょっと室内にそこが飛び出す、はい、乗るときにちょっと気になるかなっていう感じですかね。少しこれによって狭いというか。なるほど、若干ちょっと思いました、それは。なるほど、はい、ちょっと確かに出てます、ね、そうですね、はい、はい、こんな感じのリアリットになってます、はい、はい、じゃあ続いてトランク見てみたいと思います。はい、これは足で開くやつがついております。フットトランクオープナーがよいしょ、この辺りですかね。こんな感じで、はい、はい、両手塞がってても楽に開閉できますね。当然閉めるのもできた、はい、そうですね、できます。センサーの位置さえ覚えてしまえばかなり使える機能だと思います。じゃあ続いて中を、じゃあ、はい、手でもここで手動でも開けられます、はい、開けられると。でトランクも電動で開きます。トランクはもうこのシューティングブレーク、さすがの容量、はい、もう最高です。これであればゴルフバッグも余裕で入るんじゃないかなと。もう奥行きもそうだし、はい、深さがなんかありますよね、はい、これなんかゴルフも行けちゃうってことですか。行けますね、はい、普通の A クラスだとちょっとセダンとかだと、セダンとか普通の A クラスとかだとちょっとやっぱ狭いかなっていう印象あると思うんで、ゴルフバッグとか乗っける方は余計にちょっと窮屈さ感じると思うんですけど、これであればもうシューティングブレークであればもうご覧の通り、あのかなりの広さありますし、プラスアルファのトランクする機能もありますんで、かなりの荷物が積めるんじゃないかなとは思います。はい、で矢沢的には、はい、ちょっとここで倒せたら最高だなっていう。そうですね、はい、一応このトランクスルーが
っちの座席の方にしかここですね、はい、はい、ない、なんて言うんですかこれボタン、これちょっと解除していくはいで一応こっち側も同じように倒せますんで、これ倒すとものすごいよ、ものすごい広いですよね。で一応トノカバーも外せるんで、もう超広々、はい、めちゃくちゃ広いです。かなり荷物が詰めそうです、はい、そしてこの下にもちょっと若干スペースありますかね、はいはい、少しだけスペースが、はいはい、こんな感じ、この部分ですかね、はい、あとこっちも、あとパンク修理キットが少し、そうですね、こんな感じのトランクになってます、はいはい、じゃあ続いてボンネット見てみたいと思います、はい、行きましょう。よいしょ、出ました。パンパンですね、はい、ニッタのなんとびっくり421馬力、はい、なんか僕が若い頃免許取り立ての頃なんか特にあのリッター100馬力っていうと結構すごいエンジンだななんていうイメージがあったのに、はいねはい、今やリッター200馬力っていう、そうです、もうクラス最強と歌われてるエンジンががっつり入っております。もうポルシェの素の彼らよりだって馬力が出てるっていいますね、はい、まあ、もちろんそのポルシェ馬力をこうアピールするメーカーじゃないですけど、はい、それよりかも出てるっていう、そうですね、とてつもない車です、かなりな。でこれもしっかり AMG の電動に習ってワンマンワンエンジンってことで、はい、1人の職人さんが全部組み立ててるそうです、はいはい、で一応4号だとこのちょっとカーボンっぽいカバーがついてて、3号だと普通のこういうカバーなんですけ ど、はい、4号だとちょっと特別な、はい、カバーになってます。そしてこのエンジンが次期 C63 にも搭載されるんじゃないかっていうふうに噂されてるっていう、はい、だそういう意味でも結構注目のエンジンですね、はい、エンジンですね、はい、あとはちょっと僕こんなのもついてるんだって改めて思いました。あ、なるほど、はい、タワーバーガー、タワーバーガー AMG のロゴも入って剛性もバッチリですね。じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。はい、スモールです。ロービームです。じゃ続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。いいですか、矢沢君。もうこれであれですか。あれ二人なんですか。そうだよ。あ、そうなんですか。持ってじゃあ。はい。いいですか。大丈夫です。とりあえずシートベルトしてもらっていいですか、ね。困りますよ。捕まっちゃいますね。行きましょう。まさか矢沢と試乗をする日が来るとは。そうですね。はい、来てしまいました。CLA45は初めてだけど、はい、A45 乗ってるんで、はい、ちょっとリアクションは薄めになっちゃうんですけど大丈夫です。大丈夫ですか。あの生でプッチーパフォーマンスのうおーが聞けることを期待してます。すげーバカにされてるかな。決してバカにはしてないです。後輩にすごくバカにされてる感がでこのこれか、はい、この辺がそうですね、サポートが入りました、はい、シートの優しい動きで、はいはい、これすごいですよね。 A クラスですよ。これすごい。もうだからなんか装備が、まあ、CLA も A クラスもそうだけど、はい、なんかもうこのセグメントの車の装備じゃないよね。ないですよね。
だってでも価格的には2個上のそうですね E クラスに換えれば届いちゃう価格ですけど、はい、そして今コンフォートで乗ってるけど、はい、意外や意外 AMG のトップグレードでも普通に本当に乗れちゃうっていう硬さもあんまりなく、はい、でちょっとメーターなんかもちょっと変えましょうか、はい、メーター変えられるのはもう本当になんていうのすごいし、だって昔だったらメーターのこのデザイン変えたいなんて言ったらもうかなり手の込んだそう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 メーター交換とかだしですよね。でオドメーターと一緒になってたらそんなに気軽に交換できるものじゃなかったし、はい、それが今やボタン一つでそれを考えるとものすごい進化ものすごく変わってますね。そしてもう何がいいってこのサイズ感がもううちの狭い駐車場でも止められそうな、はい、どこでも行けるんじゃないかっていうサイズ感ですよね。板尾店長がこの1個前の CLA に乗ってたっていうことですけど、はい、そうですね、なんかやっぱり都内の使い勝手も最強ってことでどこでも行けますと言ってました。でこれ1台でもなんかもう成立しちゃわない？なんかしますね、はい、なんか旅行行ってもいいしですね。女性の方も全然運転できると思いますし、うん、普段の足でもいいし、はい、買い物でも何でも使えると思います。いやこれ1台しかちょっと狭いんでないんですよって言っても、はい、もう本当にオールラウンダーで何にでも使えちゃうっていう十分ですよね、まあ、もちろんこれでさらにもう1個スポーツモデルとか、はい、SUV とかそれが理想ですけどね、なおいいですけど、はい、これ1台でも全然成立します。そしてハンドルがいいです。最高です。素材の良さが、はい、もうグリップいいですよね。このグリップいいダイナミカ素材。そしてこの微妙にこう握るところでこう、はい、質感と形が違うのが、はい、いいです、はい、ここなんか特にここは出っ張ってるんで、こうそうですね、親指のこことしっかりしっかり、はい、グリップが効いていい感じです。で3号と違うのがシフトが7速から4号だと8速になって、になってます。 AMG スピードシフトになってるってことで、はい、この電光石火のいいですね、超速い音も、はい、もう最近でもいろんな車乗りすぎて、はい、変速ショックがあるのがいいのがいいのかないのがいいのか分かんなくなってきてちょっとそれ分かりますね、はい、あった方がなんかポルシェとか乗って、はい、わ変速ショック全然ない、いつ変速してるか分かんない、早いみたいな、はい、でこの間 M3 に乗ったら、はい、なんか意外にこう M3 ちょっと変速ショックとスピードがこうちょっとあれでもあこれはこれででもダイレクト感あっていいなとか車運転してる感ありますよね。なんかそういうのも結構大事だ、うん、いやもう本当にコンフォートは普通に使えます。じゃあ早速いいです、ね、はい、プラスでいいですか、うん、あ画面は消えちゃって大丈夫です。あそうなんですか、はい、もうスポーツプラスにすると豹変全然違いますね。音もそうだし G がすごいです。別の車だな、はい、モードでここまで変えられるってすごいですよね。すごいよね、はい、だからもう本当に最近の車は至れり尽くせりだけどさらにそれの極みというか、はい、洗練されてますね。そしてまた4気筒の中でも、はい、なんか音がかなりいい気がする AMG の心地いい感じの音が伝わってきますよね。まあ、確かにちょっと 2000cc だからこう重さというか重低音はないけど、うん、はい、ないですけど軽く回ってる感じと、はい、あとはもうシートヒーターもベンチレーションもそうですね、はい、助手席もついてついております。最高だな。最高ですね。さっきちょっとハンドルの話ありましたけど、はい、僕ちょっとオークションとかも普段行ってたりとかしていろいろ車を見てるんですけど、結構この素材であるあるなのがやっぱりどうしてもグリップ部分なんでここが潰れちゃうというか、はい、素材が 毛が潰れてるんですけど、テカテカになってるやつでしょ。なってます、はい、ただこの車に関しては、まあ、距離も2600キロですかね、
ですので、まだ全然もう本当に新品と変わらないくらいの、はい、クオリティというか綺麗さ吸い付くような、はいはい、いいですよね。確かにこの人のこの手でこうテカテカになってるのちょっと次買うときちょっと嫌ですね、はい、そうですね、はい、でもちろんそのクリーニングで多少復活はできる、復活はできるんですけど、やっぱりただやっぱりこの新品の綺麗な方がいいじゃないですか。確かに、はい、あとはまあ例えばその交換ってなってくると費用的にもものすごくかかる、はい、そうですね、はい、さすが普段仕入れをしてる矢沢セールス、はいはい、ちょっと初めていい意見が言えたんじゃないかな。これからだって定期的に出るんだよ動画。あ、そうですね、うん、そういうのをちゃんと織り込めればってとこっすよね。そう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 、大丈夫です、はい、行きましょう。うわ僕がうおって言っちゃいましたね。うわぐわーっていう、もうシートに押さえつけられますね。ちょっと大変申し訳ないんですけど、ちょっと2回目なんでリアクションがなかったんですけど、はい、いやこれ早いよね。めちゃくちゃ早いですね。うわこれはすごい。これね、でも早すぎて、はい、この制限速度内だと1秒も踏んでらんないっていう。慣れないですね、はい、ちょっと高速とか、はい、高速でも多分持て余しちゃう、うん、そうですね。一応メーターは300まで振られてますか。恐ろしいわ、はい、恐ろしい。まあクラス最強は伊達じゃないですね。4号だと車が高速道路走ってるっていう認識があると、その車線の変更もアシストしてくれるというか、自動で行ってくれるっていう機能がついてたりとか。ウインカー出すだけ。そうです、そうです。いいですね、4号。ちょっと未来すぎてちょっと何言ってるか分かんない。4号だけは、CLA4 号はついてるっていう機能があったりとかして。もう恐ろしいです、この装備の充実ぶりが、はい、そうですね。このエンジンがすごいよ。どこまでも回るんじゃないで、でこのスポーツプラスにしても、はい、結構このなんていうの、扱いづらさがない。あ、もちろん頑張っていい、ね、はい、踏めば超速いけど、はい、ちゃんと普通に乗る分には、はい、でかなりポイント高くないですか。普通にほら、はい、あ、もう全然、もう全然普通に乗ろうと思う。全然いいです、ね。まあ、あとは個別にこのインディビジュアルで設定すれば、はい、そうですね。ワシートヒーターめっちゃあったかい。それ重要ですよね。重要です。いや本当に最近寒いじゃない、はい、だからもうエアコンより早く効くシートヒーターも最高だなと思って、はい、うん、そんな中私はシートクーラーで、はい、お尻を冷ましております。今コンフォートです。コンフォートです。あ、全然乗り心地いいですね。全然違うよね。全然違います。全然違うよね、はい。いや、これは全然女性の方も普通に運転できるというか、うんうん、本当に、はい、例えば奥さんが普通に乗るんだったら、はい、うん、もう基本的にはコンフォートスタートだからそのまま乗って、そうですね、まあ、休みの日とかどっか行くときに自分で運転するんだったら、はい、このスポーツとかスポーツプラスにしてとかっていう使い方もできるし、はい、いいですね。本当に高速とかぶっ飛ばすときだけモード切り替えしてもいいし。あ、いいですね。音聞いてて心地いいというか。めっちゃ音いい。はい。いやー、ちょっと欲しくなっちゃいました俺。いいですね。使い勝手が何せいい。そう。はい。そしてうちの狭い駐車場にも止められそうっていう。入りますと。最高の車でした。車庫問題はどうにもならないですからね。そうですね。はい。最高の1台でした。はい、じゃあ最後になりますけれども。はい。はい。矢沢セールス、矢沢君からこの車のセールスポイント、はい、セールスポイント、はい、なんといってもオプションが全部ついております。100万まではいかないですけど80万、90万円ぐらいのオプションがついてますんで、この CLA っていうクラスを見たらかなりいい内容になってるんじゃないかなと思います、はい、充実の装備が充実です、はい、なんといっても、はい、一押しポイントですね。そうですね、はい、はい、というわけで今回は AMG CLA45S シューティングブレイクをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。